気になってる漫画っていうか、結構ずっと今楽しみに読んでるので、前言ったかな？ついのタイマシって。ついのタイマシ、ついのタイマシ、ま、どこでやってるやつ？ベースは、サイコミかな？確か、ベースは。でも、LINE とかでも読めるし。ああ、はいはい、読んでるわ。俺も読んでますよ。この、いいよね。なんかすごい映画ネタめっちゃ入れてくるのすごい好きで。なんか各タイトル、全部あれ映画のタイトルやね。そう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 。うん、何より主人公の描き方がすごい好きなところのキャラでさ。でも万能感はないけど、すごい落ち着いてんじゃん、キャラの描き。周り固めてるキャラがすげえいいよね。特にトウモリさん。クリント・イーストウッドのやつがすごい好きでさ。あいつがラオロンと戦う時とかめっちゃおもろかったわ。これさ、これ今めっちゃ楽しみに読んでる。これの前作は読んだ？この VS ウェビルってやつ。あ、前作っていうかこれ平行だよね。確か今。まあ今は、一応世界観的には。これその、VS ウェビル何も関係なく知らんと読んでてさ、最初。ああ、そうなんや。あれ、全然途中やんな、まだ。そうで、なんかサイコミってなんか完結したら完結っていう欄に入るやん、漫画が。あ、しな、そうなんやね。で、完結って書いてあったから読むかと思って読んだら、全然完結してなくて、すげえ知りたいトンボで終わっててさ。あ、え、終わってる扱いなんや、あれで。んで、続きは、この追悼タイマシテみたいな感じで、ってなって。そういうことになってんのか。確かに。読んでたら途中で出てきたからさ、うん、あって。うん。出てきたけど、出てきたけどやね。うん、全然ちゃうし、その作風というか。いやー、世界観繋がってたしだけど、俺終わってないって普通に終わったけど、終わってる扱いなんや。全然終わってない。あ、いや、その、あっちあっち。うん、VS デビルの方。全然終わってないんすよ。なんか騙されて。ねえ。わざわざ Kindle で買ったの、デジタル版も。いや、この人の絵もね、すごい好きやし、話もすごい好きだよな。なかなか先が読めへんしな。うん、意外と負けるとき負けるとかさ。そう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 。で、強いやつマジ強いとかさ、うん、なんかこの奇跡があんまり起こらないんですよ、これ、この漫画。そう。ちゃんと理論っていうか、作戦というかで詰めて、あと、欠損とかが治んないじゃん、この漫画、普通に。だから、左手失ったら失ったままやしさ。うん、なんかそこら辺がな。で、今なんかちょうどヌエだっけ、うん、あいつこんなキャラ、こんなとこに絡んでくるキャラだと最初全然思ってなかったからさ。なんかキャラの活かし方とか繋ぎ方うめえなぁと思って。見てる。うん。結構今好きやなぁ。マジいろんなとこに映画ネタ入ってるからな。多分もっと詳しいやつとか見たらめっちゃおもろいやろなって思ってる。うん、